こんにちは、リュウハリキュー整体院です。今回はですね、鼠径部に感じる股関節の痛みであったりとか、あと股関節の硬さを感じるときに刺激して緩めてほしいツボのトップ3ですね、こちらについてお伝えの方していきます。では早速ですけども、この動画をあなたはこういった症状を抱えていないですかね。例えば朝起き上がるときに、この股関節の付け根の部分に痛みや違和感を感じるであったりとか、あと椅子に座っている時とか、あと椅子から立ち上がる時とかですね、あとは車の中で座ってそこからこう立つ時とかですね、こういった時の痛みであったり違和感であったり、あとこの股関節を動かした時に何か股関節に違和感を感じるとか、あと引っかかる感じを感じるとか、あと鼠径部に感じる股関節の痛みだけじゃなくて、何かも股関節が動く範囲が最近狭くなってきたなとか、こういった症状のどれか一つに当てはまる場合は、実はですね、股関節の関節がどうこうっていうよりも、この股関節の前ではなくて、この真横の部分であったりとか、真横から太ももの前とか外側にかけてですね、ここの筋肉が硬くなってることによって症状が出てるケースが実は多いんですね。なのでこの股関節の外側とか、この太ももの前とか横ラインにかけてをしっかり緩めてあげることによって、この鼠径部のに感じる股関節の痛みの解消であったりとか、あとですね、最近なんか股関節が開きにくくなったなとか、そういった動く範囲が狭くなったのも解消することができるんですね。なので今からですね、この股関節の外側であったりとか、太ももの前とか横ラインをしっかり緩めるに有効なツボですね、ってのをトップ3ってのをご紹介していきますので、ぜひですね、この動画最後までご覧になっていただければなと思います。では早速ですね、股関節の痛みであったりとか、あと股関節の硬さを解消するために刺激してほしいツボですね、の第3位は何かというと、健康板点っていうツボですね。でこの健康板点のツボは実は股関節にあるのではなくて、この脇のところですね。でこの脇のところって実は肩甲骨の前に当たる部分で、この肩甲骨の前のここの筋肉のツボっていうのをしっかり刺激してあげることによって、実は反対側の股関節の筋肉の緊張っていうのが解消されるんですね。なのでこの肩甲骨の前にある健康板点っていうツボを刺激しながら股関節を動かしてあげることによって、この股関節の横のラインであったりとか、あとはこの横だけじゃなくて股関節全体の硬さっていうのが取れるので、股関節の痛みの解消につながったりとか、あとは股関節の動く範囲っていうのを広げることができるんですね。なので今からこの健康板点のツボの刺激の仕方と、あとはそれを刺激しながら股関節をしっかり緩める方法についてお伝えの方をしていきます。はい、ではまず健康板点の場所ですけども、まずこう手を上げていただいて、この脇の真ん中の部分ですね、この脇の真ん中の部分をやや下に降りたところを、この指4本ですね、指4本でぐーっとこの後ろ側に押していってください。で押していくと、これ後ろに肩甲骨があるんですね。で結構この脇のラインをこう下にこうやって押していくと、なんか痛気持ちよく感じる場所があると思います。特に股関節の鼠径部の痛みとか、あと硬さがある方っていうのは、この部分結構痛いと思います。なので、あ、なんか痛気持ちよく感じるなっていうポイントがあったら、そこをこの指でぐーっと奥に押していきます。これが健康板点のツボの刺激のやり方になります。ではそこからどうやって股関節を緩めていくのかというと、まず先ほどのポイントですね、この脇の部分のやや下の部分でこうやって下を探って押していって、あ、痛気持ちいいなって感じる部分をこの指4本でぐーっと押していきます。でこの押した状態でここのツボを刺激すると、反対側の股関節のが緩みやすくなります。なのでぐーっと刺激した状態で反対側の股関節っていうのを開いて閉じてですね、ちょっとこれ見にくいのでこっちの足伸ばしますね。ただ実際やるときっていうのは両方の足をこうやって立てておいてほしいです。で見やすいようにこうやってします。でツボを刺激しながら開いて閉じてですね、でまた開いて閉じてですね、これを10回ですね、10回開いて閉じてを繰り返していきます。でこう結構ツボの刺激がちゃんとできていると、股関節硬い人は徐々に開きやすくなるのが分かると思います。なのでその、あ、なんか股関節の硬さが取れてきたなっていうのを感じながら、10回ほどこうやって開いて閉じてですね、っていうのを繰り返してください。でこちら刺激終わったら次反対も同じ要領ですね、同じ要領で脇のポイントを刺激して、こちらの反対の股関節ですね、手の開いて閉じてですね、っていうのを10回ほど繰り返します。
で、これを左10回、右10回を1セットとして、できれば2セットやってほしいですね。2セットしっかりやることによって、この股関節周りの筋肉の緊張っていうのを解消することができるので、この鼠径部の痛みの解消であったりとか、あとは股関節の硬さの解消につながります。はい、じゃあ次の股関節の痛みであったりとか、股関節の硬さを解消するために刺激してほしいツボの第2位は何かというと、腹肚というツボですね。で、先ほどもお伝えしたように、股関節の付け根の痛みであったりとか、股関節が硬くなっている時っていうのは、この横のラインであったりとか、もものこの外側前ラインが硬くなっているんですね。で、このもものこの硬くなった部分ですね、ここの硬さを解消するのに有効なツボが、今からお伝えするこの腹肚というツボなんですね。なので、この腹肚というツボを刺激することによって、このももラインの硬さが取れる。で、ここの硬さが取れることによって、股関節の前とか横の緊張も取れるので、その鼠径部の痛みの解消であったりとか、あとは股関節の硬さの解消につながってきます。では、今からその腹肚のツボの場所と、あとは刺激の仕方ですね。こちらについて具体的にお伝えの方をしていきます。はい、ではまずツボの場所ですけども、まずこの股関節の前の部分ですね。この前の部分に出っ張った骨、を触れることができます。この出っ張った骨が下に行くとスッともう筋肉になるので硬さがなくなるんですね。その硬さがなくなる手前の部分ですねに出っ張った骨があるので、まずここの骨を触れてください。で、次に膝ですね。膝のお皿があるんですけども、このお皿の上の部分ですね、この上の部分を触れていただいて、ちょうどこの股関節の前の硬い骨とこのお皿の真上の部分ですね、ここちょうど真ん中ですね、この結んだ線の真ん中のポイントが腹肚というツボになります。なので、先ほどのやり方で腹肚のツボの部分をまず理解していただいて、次にその腹肚のツボですね、手の親指ですね、親指でまずこのような形で、利き手が右の方は右手でこのような形で当てます。で、反対の親指をその親指の上に当ててですね、当てて、次は体重をじわーっとかけていきます。で、かけていくと痛気持ちよく感じると思いますので、その気持ちよく感じるところで10秒間ですね、10秒間カウントして、このままグーッと押してそのツボを刺激していきます。で、10秒経ったらゆっくりと戻していきます。で、結構この腹肚でツボは先ほどは、まあ、真ん中がちょうど目安なんですけども、結構そこから下にかけてですね、この膝のお皿にかけてをこうやって押していくと、結構その下の方が痛気持ちよく感じる方もいてるんですね。で、実はそっちの方を刺激した方がこの股関節の痛みとか、あと筋肉の緊張の解消につながりますので、先ほどの腹肚の部分を押していただいて、そっからお皿に向けて徐々にこうやって押していってもいいです。なので、先ほどの腹肚の部分のやや下に降りた部分でまたグーッと押して10秒間刺激ですね。で、10秒経ったら戻して、で、さらに下に降りてですね、下に降りてグーッと押して、で、結構この下の部分が気持ちいいなって感じる方もいると思います。で、中にはすごく痛く感じる方もいてると思うので、痛いって感じる方は変に刺激しすぎては良くなかったりするので、あ、ちょっと痛くて気持ちいいなぐらいまで指の押す感じを調整してもらってですね、で、そこで10秒押した刺激をキープします。なので、まずは腹肚を刺激するですね。で、ちょっと下に下がっていきながら刺激してもらうですね。で、これでまずなんか痛いなとか気持ちいいなって感じるツボのポイントっていうのを探ります。で、そこを探ったら、次はその痛気持ちよく感じたポイントをもう一回ですね、もう一回10秒刺激していきます。やっぱりそうやって感じるところの方が効果が出やすいですので、そのツボの部分ですね。なので、腹肚はあくまで目安なので、そこから下に下がっていって、気持ちいいなって感じるところ、痛気持ちいいなって感じるところを2回目でさらに刺激していく。で、こうやってだいたい2回ぐらいですね、2回ほど刺激することによって、この股関節の筋肉の硬さであったりとか、このもも前外の緊張っていうのが取れて、鼠径部の痛みの解消であったりとか、あとはその股関節の硬さの解消につながってきます。では、いよいよ最後の重要なツボですね。もう股関節の痛みであったりとか硬さを解消するために刺激してほしいツボの第1位は何かというと、肝腸というツボですね。で、この肝腸ってツボは、この股関節の
真横にあるツボでして、だからやっぱり股関節の鼠径部の痛みであったりとか硬さにつながるもの、ダイレクトに影響するツボですね。なのでこの部分をしっかり刺激してあげることによって、この外側の筋肉の緊張っていうのを解消することができます。で、ここの筋肉が解消されたら股関節が動きやすくなりますし、鼠径部の痛みのダイレクトな解消にもつながります。なので今からこの重要なこの関腸のツボの部分と、あとは刺激の仕方ですね、こちらについて具体的にお伝えの方をしていきます。ではまずそのツボの取り方ですけれども、まずこの股関節の横の部分ですね、横の部分にこう手を当てていただいて、下にスーッと辿っていくと、ここに出っ張った骨を触れるんですね。この出っ張った骨を上に行くと筋肉に変わるんですね。なのでこの出っ張った骨の上の際の部分ですね、ここが関腸というツボになります。で、実はこの関腸のツボも、この出っ張った骨の真上のところにすごくなんか痛いなとか気持ちになって反応が出る人もいれば、やや前で反応出る人もいます。で、さらにやや後ろで反応出る人がいるので、この辺はちょっと押しながら探っていく形になります。なので出っ張った骨の上の部分をこうやって親指で当ててもらって、キューッと押してですね、真上の部分とやや前の部分とですね、でちょっと後ろの部分を探って、あ、なんか こっちの方が気持ちいいなとか、こっちの方がなんか痛いなとか、あの人によって感じ方が違うと思うんですね。で、分かりにくい方はもうこの骨の真上の部分で大丈夫です。ただあのさらにこうやって探りながら、自分の気持ちいい部分、ちょっと痛いなって感じる部分っていうのを探るようにしてください。で、そこが見つかったら、そこの自分の一番感じやすい関腸のツボっていうのを刺激してきます。ではその刺激のやり方ですけども、やり方はすごくシンプルです。まず先ほどのツボの部分っていうのをこのような形で親指で当てます。で、当てた状態でこのような形で座ります。で、座ってもらってですね、この親指を当てたままで体重をその刺激する側にギューッと体重をかけていきます。で、すると親指が当たるので、そのツボが刺激されると思います。で、ツボが刺激されて痛気持ちいいなって感じるところで止めてもらって、10秒間キープですね。で、10秒経ったらゆっくり戻してもらってですね。で、一呼吸置いて、次は反対側もできれば刺激してほしいです。で、反対側も同じ要領でぐーっと体重をかけていって、この関腸のツボっていうのを刺激していきます。で、刺激が終わったら戻すですね。これが手を使った関腸のツボの刺激の仕方になります。ただここのツボって結構刺激するときに腕の力、指の力が必要になるので、ちょっとこれやるのしんどいなって思う方は、こういったテニスボールを使ってもらっても大丈夫ですね。このテニスボールを先ほどのツボの部分に当ててもらってですね、で、この状態で横にですね、横に徐々に体重をかけていきます。で、体重をグーッとかけていくと、この関腸のツボが刺激されますので、あ、ちょっと気持ちいいなって感じるところまでこう腕を使ったりして調整しながら刺激してもらって、で、これで10秒間キープですね。で、刺激終わった次、反対も同じ要領ですね。同じ要領でこうやって徐々にこうやって体重をかけていきながら、関腸のツボをテニスボールなどのボールを使って刺激していきます。で、最後にこのツボ刺激した後って、股関節をちょっと動かしてあげた方がいいですし、ここのちょっとストレッチもしてあげる方がさらに緩みやすくなりますので、なのでこのツボの刺激が終わって、さらにこの股関節を緩めたいって方は、このような形ですね。このような形で足を置いていただいて、この膝ですね、膝の内側に手を当てて、で、姿勢をギュッと正して、この膝をぐーっとベッドに押さえつけるようにします。で、これ結構硬い人はもうこうやってなかなか押さえつけにくいと思うので、だからいける範囲で大丈夫ですね。いける範囲でぐーっと押さえてですね。で、こうやって押さえていくと、この横の部分がストレッチされているのを感じると思います。で、そこが伸びてるなーって感じるところで10秒間キープですね。で、反対も同じ要領ですね。このような形で足をしていただいて、姿勢をグッと正してですね。で、ここで膝をグーッとベッドの方に向かって押していくと、この横の筋肉の部分がストレッチされているのを感じます。で、これでこの真横の部分をさらにですね、ストレッチして、この横の部分の筋肉の緊張を解消する。それによって外に開きやすくなる、要は股関節の動く範囲が広くなりやすくなりますし、あとその付け根の部分の痛みの解消にもつながります。はい、ぜひこのトップ3のツボを刺激してもらって、股関節の付け根の痛みの解消であったりとか、あと股関節の硬さっていうのを解消していただければなと思います。ではこの動画が参考になったって方は、グッドボタン、あとチャンネル登録もお願いします。